吹き交う風も近きほどにて、西院にも聞こえたまいけり、中上の君に各旅の空に何もの思いに憧れ、各旅の空に何もの思いに憧れにけるを、おぼししるにもあらじかし、など恨みたまいて、お前には、かけまくは賢けれども、その神の秋おもほゆる夕だすきかな。かけまくは賢けれども、その神の秋おもわるる夕だすきかな。昔を今にと思いたもおるもかいなく、取り返さんもののように、と、なれなれしげに、からの朝緑の神に、榊に言うつけなど、皇后衆しなして参らせたも、おおん帰り、中将、紛るることなくて腰方のことを思いたまえいずる、つれづれのままには、おぼしやり聞こえさすること多くはべれど、かいなくのみなん、と少し心とどめておおかり、お前のは、言うの片端に、そそのかし、あ、ごめんなさい、その神や、いかがはありし、夕だすき心にかけて忍ぶらんゆえ、その神や、いかがはありし、夕だすき心にかけて忍ぶらんゆえ、近き世にとぞある、おんて細やかにはあらねど、老中、僧などをおかしゅうなりにけり、まして朝顔もねびまさりたまえらんかしと思いやるもただならず、恐ろしや哀れこの頃ぞかし、野々宮の哀れなりしことと思いし入れて、怪しゅう用の者と神恨めしゅうおぼさるるおんくせの見苦しきぞかし、割のおぼさばさもありぬべかりし、年頃はのどかにもすぐいたまいて、今は悔しゅうおぼさるべかる、おぼさるべかめるも、怪しきおん心なりや、因も、かくなべてならぬおん心ばえを、見知り聞こえたまえれば、たまさかなるおん帰りなどは、えしも、もて離れ、聞こえたもをまじかめり、少しあいなきことなりかし。で、吹き交わす風も近きほどにて、この源氏が今来ている滞在している雨林院、そして、西院のいられる場所、同じ紫野にあるわけですね。ですから吹き交わす風も間近なところでありまして、で、その西院のところへも手紙をおやりになりました。聞こえたまいけり、手紙をおやりになりました。中将の君に、これは朝顔の西院好きの女性で、やはり源氏に対して好意を持った計らいを常々してくれる女性なんです。こういう女性の心をまず捉えておかないと、なかなかその思うようにことははかどらないわけである。で、こういう手紙をやられるつけても、その中将の君への心遣い忘れないんですね。で、中将の君に、各旅の空に何物思いに憧れにけるを、おぼししるにもあらじかし、
こうしてこんなふうに旅の空で旅の空での物思いにつけても魂が悪がれ出ていきますのを自分の体からつまり恋の心人に凍る心というのは自分の心がそちらの方へその恋しいと思う人の方へ悪がれ出ていく焦がれ出ていく自分の肉体から魂が勝手にそちらの方へこう有利して出ていくそういう感じが焦がる恋焦がるという思いなんですね。でまあ一番幸福なのは向こうも同じような心の状態になってくれてそして心が合体するそうすると体も合体できるというそれが恋の成就であるわけですがこんなふうに旅の空に身は旅の空におりましても魂は悪がれ出ていきますものをおぼし知るにもあらじかし「お察しなすってもくださいますまいね」なんだぞとお書きになって恨み事をおっしゃってそしてお前にはその朝顔の祭院その方にはかけまくは賢けれどもその髪の秋をもほゆる夕だすきかな。かけまくはという祝詞の常用文句を最初に使って心にかけてこんなふうに、まあ、かけまくはっていうのはあれ大体そのかけている言葉でありましてだからまあかけまくなんですけども、うん、心にかけてこんなふうに申しますのをそして心にかけて言葉にかけてこんなふうに申しますのもというふうなふうに働くわけですが、まあ、心にかけて、こんなふうに申しますのも恐れ多うございますけれどもその髪のあのかつての秋のことが思い出される夕だすきでございますね。実は当人あるいは当人と相手の方と二人にしかわからないようななんか歌ですよね。その髪の秋をもほゆると言ってもつまり今までの物語の中にこの朝顔の祭院と光源氏との間に、こんな歌の読み方をしなきゃなんないほど年頃なことがあったというふうなことは一遍も出てこないわけで、つまりこれはおそらくまあ光源氏のいわゆるラブレターのテクニックだろうと思いますけれども、うん、あったのねあのねあのことねってなふうに言うと相手の心もほだされるかなというふうなそういう一つのテクニックだろうと思いますが、まあ後でまたちょっとそのことでは補いますけれども、そう単純ではないのかもしれないという思いもありますけれども、とにかく今まで全然朝顔の祭院の方は特に決して非常にこう手厳しく拒否反応を示すというふうなことではない。なんとなく温かく応じてくれるわけです。ですから光源氏はとてもこう、激しいこう恋の体験に苦しんでいる時
常にこの朝顔の君のことを思うわけですけれども、そして懐かしくなって文をやったりなんかするわけですが、もうここもそういう場面ですけれども、藤蔵がどうしてももう厳しく拒否し続けているわけで、その耐え難さ、それがこんなふうになるわけですけれども、そういう時でも光源氏のこういう物言いっていうのは決して一筋縄ではない、あるこう心の深さ、業の深さというふうなものがあるわけですが、でそういう歌を送って、昔を今にと思いたもるもかいなく、昔を今にというところね、これは引き歌がありまして、伊勢物語の中に出てくる、もちろん物語を伴って出てくる歌ですけれども、いにしえの静のおだまき、繰り返し昔を今になすよしもがな、有名な歌ですね。後に静か御前が舞う、歌って舞う、その歌とちょっと静か御前の方は少し変わってますけれども、同じ大体歌ですが、いにしえの静のおだまき、繰り返し昔を今になすよしもがな、静旗折る、静の旗を折る、つまり和風の旗ですね、布を折る、その静のおだまき、それを繰り返し繰り返しして布を折るわけですけども、その静のおだまき、それじゃないけれども繰り返し繰り返し、昔を今になすよしもがな、昔の時を今に取り返すことができたらなというふうな、伊勢物語の話の中でもやっぱりそうはならない物語の中でこの歌があるわけですけれども、その歌を引き歌に持って、そして昔を今にと思いたもるもかいなく、昔の時をもう一度今にとお思いになることも、甲斐がなくって、取り返さんもののように、これも古くからここにも引き歌があるんだと言われてます。ただ出典が何なのかは分かりません。古い注釈書の中には必ずここに、取り返す者にもがなや、世の中をありしながらの我が身と思わん、取り返す者にもがなや、世の中をありしながらの我が身と思わん、取り戻したいものよな、私たちの間柄も以前のままのように立ち戻った状態でありたいものだなという、まあそういう歌ですね。まあ引き歌になって使われているんだと、昔から注釈書で言ってきてます。ただどこにあるか分かりません、出典は分かりませんが、それをにして取り返されるもののように、昔のことをもう一度今にと思うことも甲斐がなくって、何とかして取り戻したいものだとそう思われますが、いうふうに歌の後に言葉を書き添えてと、なれなれしげに、そして容姿は空の朝緑の髪に、舶来の朝緑色に染めた髪に、前の道のく髪とだいぶこう
気分が違うわけですね。さらに榊に湯つけなど、榊の枝に、神様に物を捧げる時の湯布なんかをつけて神々しゅうしなして舞い出せたも、見るからに神々しいように作りなして祭員のところへ差し上げられた。そのお返事、まずは中将に対する言葉がありましたから、添えてありましたから、中将の方からも言葉が返ってきたわけですが、紛れることなくて腰肩のことを思い玉へ譲る、つれづれのままには思いやり聞こえさすること多くはべれど、飼いなくのみなん。心の紛れることがなく、こともなくって、腰肩のことを思い出します。そのやるせなさのままに、思いやり聞こえさすること多くはべれど、こんなふうにお忍び申し上げることもいろいろとたくさんございますけれども、それも甲斐のない、今となっては甲斐のないことばかりでございますと、少し心を込めて言葉が多くあった。そしてお前のは、サインからのは、その U の端に、 U の片端にこっちからつけてやった、その U の片端に、だからこの U の片端にっていうのは、榊につけてやった U のその片足の方に歌が書いてあったということなのか、あるいはその U の片足に歌を書いた紙がつけられて帰ってきたというのか、ちょっとそこは具体的なあれはどっちかなと思いますけれども、まあ、このまま一番単純に取れば、そのこちらから榊につけてあったその U の片端に歌が駆けつけてあったという、つまり、まあ割合にそっけないご本人からの返事は、通常の返事は少し丁寧に言葉が連ねてあったわけですけれども、サインご本人からの返事は割合にそっけない形で返ってきたわけですね。そしてその書いてある歌は、その紙やいかがはありし、ゆうだすき心にかけて忍びらんゆえ、あなた様のおっしゃるその紙、その紙のことっていうのは一体どんなことだったんでございましょうか。その紙の秋をもほいるゆうだすきかなと源氏が歌をやったわけですね。その紙の秋のことをおっしゃる、その紙は一体いかがはありし、私には全然覚えがございませんわ。ゆうだすき心にかけて忍ぶらんゆえ、ゆうだすき、それは型にかけるものですね。たすきは型にかけるもの、神聖な、後になると一働きするときに女の人はたすきをかけるわけですけど、まあ女の人だけじゃない、堀部安兵衛が高田馬場でこうね、チャンバラやるときにも、なんかたすきをかけさせますよね、のは一踏ん張りするときにはたすきをかけ鉢巻きをするわけですけれども、それはずっとそのたどっていけば、大事な神事に従事するとき、頭にはかずらを巻き、身にはこういう神聖なたすきをかける、その形がずっと続いているわけですね。後世までデモに行く人まで鉢巻き巻くようになるわけですけれども、で
そのユーダスキ、それではないけれども心にかけて忍ぶらんゆえ、これはおそらく、まあ、相手の心理を思いやっているわけでしょうね。そんなふうにあなたがおっしゃるのはユーダスキそれじゃありませんけれども、心にかけて思い出されるからそのせいでございましょう。私の方ではよくございませんわと言ってるわけですね。で、近き世に、この近き世にというのも、なんかこれだけでは唐突ですよね。つまり、おそらく昔はもちろんのこと、私の近い体験の中でも全然覚えございませんわというつもりなんだと思いますけれども、これだけではいかにもぶっきらぼうで、おそらくここにも引き歌を活用させてる言い方でないと、これだけでは届かないわけですが、意味は。ただここにやはり注釈書の奥はここに引き歌があるはずだ、しかしその引き歌がわからないというふうに読んできているわけですけども、これはもっともなことですね。近き世にというだけではとっても意味が不十分ですけれども、まあ、しかしおそらく文脈から言って、私にはそんなあなた様のおっしゃるような覚えなどございませんわ。近い頃のこととしてはましてというふうな言葉がもう少し届くような形であるべきだと思いますが、というふうに書いてある。その文字のあと、その手の様子、筆跡の様子、それは細やかではないけれども、細やかとは言えないけれども、朗々重よりのびのびとした感じで、層などおかしゅうなりにけり、層っていうのは層仮名ですね。層仮名の書きようなど大変結構で、結構にお書きになっていらっしゃる。まして朝顔もねびまさりたまえらんかしと、ましてその姿形、朝顔も、朝顔っていうのはもちろんですから朝の顔なんですね。一番こう端的に言えば寝起きの顔ということなんです。だからこういうところがね、今までこうこの朝顔の君との詳しいこうことはどうも出てこない。そしてなんかこうちょっと格好のいいところ、適度なこう付き合いのあり方だけが出てくるんですけれども、このまして朝顔もねびまさりたまえらんかしというところはちょっとなんか引っかかるんですね。ただごとではないような、当時そのこういう男がどんなにその幼くても、女の素顔、女の寝起きの顔を見るというふうなことはまずありえないわけで、兄弟でもありえないわけで、ちらりとミスが動いた時に見たり、蛍の光で見たりしただけでも、もう男はひたすらな恋の心を感じ始めるような習慣の頃ですから、朝顔をねびまさりたまえらんかし、かつての朝顔もねびまさるっていうのは成長するほどさらに、優れた
姿になられることですね、ネビマサルという一つのこう寛容的な言い方ですが、成長して一層美しくなられただろうよと、思いやりになるのもただならず恐ろしや、ただならず恐ろしやというところは、語り手のちょっと顔を出したところなんですけれども、しかしこういうところを見るとなんかもう少し、しかもこうまだ幼い、この姫君が幼い時に、なんかその素顔を見ている、そのことが光源氏の心の中に、もう既成の事実があったような感じと等しいような思いを与えているんじゃなかろうかという感じがするんですね。しかしそのことは今までの物語の上に出てこない、出てこないんですけれども、とにかくそういうところが不思議な感じのするところなんですね。朝顔の姫君のこの年ははっきり分かりませんけれども、父が桃園の式部の式部教の宮ですから、これは桐壺の帝の弟になるわけで、光源氏のおじさんですからね、そのおじさんの娘さんなんですから、まあ普通ならば光源氏よりも年が少し若いはずですけれども、だからまあ年齢的にはここで光源氏が朝顔もねびまさっていらしてというふうに言ってるのも決して不自然ではない、その年頃なんですね。若々しくって、そして成長なさるにつけて一層この見まさりしてこられる、年頃だというふうに光源氏が想像しているわけです。しかし、その心の想像のもとに朝顔もと言ってる、それは今までこう物語の中に朝顔の君として、つまり朝顔を送ったから朝顔の君というふうになるわけですけれども、その朝顔の君だから、それをこう簡潔に言ったような形で朝顔もねびまさりたまえらんかしというふうに言っているとも軽くも取れますけれども、どうも朝顔もねびまさりというふうに言っているところはそう軽いことではないような感じがするわけですが、ね、思いやるもただならず恐ろしや、これもね、なんかこう引っかかるんですね。そんなふうに源氏の君が思いやっていらっしゃるのも、それもそんなに心を動かしていらっしゃるのも、ただことならず恐ろしい気がすることよねというふうに語り手が自分の感想を漏らしているところですね。